熱動昇華で、その後は手話で、今日は初めて、になりますが、散歩を、須田さんも来ておられますので、鉄道昇華の後ですね、散歩を手話でやっています。で、鉄道昇華ですね、今までずっと、いろんな旅をしてきましたけど、これはね、今鉄道昇華の奥州いわき県で、今日はですね、行きの最後の終点になります。で、39番が青森で、42番が弘前なんですね。で、この後はですね、この奥州いわき県というのは、弘前で一応、次から帰りの道になるんですが、いきなり仙台まで戻っちゃいます。で、仙台から海沿いの、ルートをずっとたどって常磐線で上野まで戻ってきた。これが奥州いわき県なんですね。ここに出てくる背景としてはですね、これは青森、函館の青函連絡線、それから津軽富士というのが出てきますが、いわき山ですね、いわき山。で、これが津軽塗り、伝統のある、津軽塗りが出てきます。で、それからですね、弘前って行ったことある方も当然おられると思いますけど、とても清楚なすごく綺麗な街なんですね。弘前城っていうのは桜でも有名なお城でもあります。場所はですね、野内とか裏町っていうのはその青森県ですね、青森市の近くです。それから、これ昔は、20日道青森までは東京からですね、昔っていうのは江戸時代なんですね。で、20日かかります。で、今というのはこれこれができた時ですから明治時代ですね。明治時代は鉄道で丸1日かかる、青森までね。今青森までどのぐらい行きますかね。3時間で行っちゃうかな。3時間ぐらい行きますよね。で、昔、明治時代は鉄道で丸1日青森までかかりましたよということですね。渚に散った気流の島を見つつくぐれるトンネルの函館までは2時間。